レッドソックスの吉田正尚外野手30が28日日本時間29日、本拠地でのカブス戦に、6番指名打者、で先発出場。3回の第2打席に仲間枝を放ち2試合連続安打をマークしたが、6回に巡ってきた打順で代打を送られ2打数1安打の結果に終わった。米公式サイト、MLB.com でレッドソックスを担当するイアン・ブラウン記者によると、吉田は左手を痛めたようだ故障の程度は不明。2打数1安打で今季の打撃成績は打率、275、出塁率、348、OPS、736となっている。干されてるとか言ってごめん。シンプルに怪我か、きついなこの大事な場面で。吉田正尚高い高い言われてるけど契約決まるのめっちゃ早かったから、多分 BOS がなぜか他より高い値で買っただけだから自業自得なんだよな。とはいえここで怪我は痛すぎる。監督より GM に嫌われてそうだよな。GM が使えといえば監督は従わざる得ないし、オフにトレード騒ぎが起きるぐらい。本当は嫌われてるだけなんじゃない？わらそれくらい甲賀監督には信頼がない。第2打席で手を怪我したのなら、親指の付け根かな？結構詰まった打球だったから、手は痺れるし親指を痛めることはよくある。軽傷であることを祈ります。鈴木の復帰ももうしばらくかかるそうですし、やはり頻繁に出場する野手が盛り上げてもらわないと、大谷だけでは面白くない。だけど、交代する時の動画見たら、ヘルメットかぶって準備していた。そこに甲賀監督がめっちゃ怒って通訳さんと吉田選手に向かって怒鳴ってて、なんだろう、なんであんなに怒ってたのか。